はい、小林です。本日は前回の続きの計画とね、実行のお話をしていこうと思います。まあ、前回ね、自分の自己分析をしていただいたと思うんですけど、その後ね、やることっていうのは、まあ、目標をね、紙に書くっていうことですね。で、なんで目標に書くのっていうと、まあ、前回ね、動画でもお伝えしてるんですけど、あの、まずね、紙に書かないと、人は忘れるんですよね。で、何のためにやってるかわかんなくなってくると、もう練習自体が嫌になってくる。うん。だから、 あの、目標をね、紙に書いていきましょうってことなんですけど、で、その時の目標の書き方が、達成できる目標よりも少し高い目標を掲げるってことが結構大切で、その目標って、叶えられそうなやつで選ぶ人っているんですけど、それだとね、目標のあんま意味がないというか、本当の目標っていうのはちょっと高い位置に設定してあげる。そうすると、その自分が本当に叶えたい目標っていうのが叶っていくっていうね。うん、だから、 あくまでも、やっぱりですね、大きく、その、周りがね、驚くような目標を掲げてあげる。で、それを達成したら、ワクワクするじゃないですか。まあ、達成できるかできないかわかんないけど、その、達成できちゃったらすごいなみたいな。その、ワクワクが行動の源なんですよね。うん。で、そういうことを言うと、ね、周りからも、そういうことを言うと、周りからも注目されてね、一目置かれるわけですよ。 で、応援してあげようっていうね、気持ちとか生まれてくるんで、やっぱりですね、その大きな目標を掲げる。で、そうしたら達成したらね、周りの人も喜んで、ね、そうしたら自分が楽しくなる。うん。だから目標っていうのは、実は自分のために立てるんですけど、案外、それを達成した時に周りの人たちが喜ぶ、そういう目標をね、立ててあげるとすごくいいです。 で、その後ね、毎日やることをリスト化するってことなんですけど、自分が掲げた目標に対して、数字にしっかりと落とし込むってことが大切です。で、まあ、バドミントンの場合ね、フットワークだとか、あの、素振りのね、あの、ラケットワークだとか、いろいろなことがあるんで、まあ、なかなかね、数字に落とし込むってことはできないんですけど、例えば、ドライブをね、何回続けることができるだとか、そのもう数字で絶対にできること、うん、何回ラリーを続けるとかね、うん、もう目に見えて、あ、これができたなって、 いうふうにわかることを数字に落とし込む。で、それが例えばフットワークが苦手だなと思ったら、フットワークをどんだけ練習するのかとか、素振りを何回やるのかとか、やったことで絶対に成長しない人っていないと思うんですよ。だけど、なんとなくやってるから、ね、なんとなくの結果しか出ないわけですよね。だから例えば、 ドライブを何回続けるって言ったら、浮いてもいいから続けるっていう風なところから始めてもいいと思いますし、ネットギリギリのね、ところで続けていくっていうね。まあ本当に人それぞれ目標って違うと思うんですけど、自分に課した目標をしっかりとやっていくってことが大切ですね。で、抽象的な目標を達成することは絶対できないんで、達成できたかできないか、それをしっかりと自分で分析していけるような目標を計画してみてください。で、それが終わったら実行ですね。うん。毎日自分がやることを、 ね、自分のためにやる。うん。誰か他の人のためとかじゃなくて、昨日の自分より今日の自分が成長できるようにやっていきましょう。で、1ヶ月ごとの自分の目標に対しての、ね、達成できたかを数字でね、見ていく。で、それで3ヶ月やったらどんだけ成長したか。うん。やっぱりそのスパンでしか人間って成長しないんで、1週間とかね、2週間でうまくなるんだったらいいですけど、やっぱりね、 あの反復練習で体に基礎を身につけてっていうね時間がどうしてもかかってくると思うんでそこをしっかり1ヶ月3ヶ月、うん、の単位でやっていくで試合っていうのはその自分がやってきたものを発表するね場所なんでうん自分がねそれがしっかりできるようになっていれば大会でもね結果が変わってくると思いますうんなんでしっかりとねそこを意識してやってみてください はい。まとめですね。まあ、一番最初のね、自己分析ってところで自分を知るっていうことと、それに対して計画を立てる。で、計画を立てたら、それを毎日実行する。もうそれをエンドレスに繰り返して、ね、やったことに対して反省をして、で、改善をしていく。うん。それをやっていけば必ずね、成長するんで、ぜひね、参考にしてみてください。以上ね、参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、人に紹介したり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。またね、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。